なんだけど、うん、まあ倫理とかみんな嫌いって言うけどルナはね好きやんねだって私はあれもう倫理って結構テスト何回か仕事受けてなくてもうあれやばかったんですけど、この前のテストで88点取ってすごかったですよ。もう結構順位上だった倫理は。頑張った。本当だって痴漢とかする人とかね、もうちゃんとした大人なのにそんな若い子にそうやってそういうことしちゃうのだってもうね、よくないですよね。叫んだだって満員電車だとそうムラムラしてくるんですか。いや、うちめっちゃスケベが苦手なんで、最近最初の方はそんなあんまり知らなくっていつも顔真っ赤にして一人で下向いてたんですけど、みんなスタッフの人ってエッチな話たくさんするじゃないですか。最近すごいなんかもう知識が増えちゃって、でみんなで一緒に笑いながら話してると知りすぎっていう。これな。